市販車部門としては10連覇、ランクル300でのデビューウィンと、チーム全員で頑張りたいなと思います。昨年度からパワーアップするタイヤというものが開発できたと思っておりますので、10連覇に貢献できるようにタイヤの面から支えたいなとは思っております。ランクル300でダカールラリーを走り切るのにベストだと思われるタイヤを新しく作ってもらいました。誰よりも勝ちたいという気持ちが強いつもりでいます。Mais bon, on veut faire une course sereine et une course d'équipe surtout.だけで3時間ぐらいかかって、また直すのに3時間ぐらいかかったんで、いやー難しい。10 km de l'arrivée, là, la direction s'est bloquée complète, donc on avait plus, impossible de braquer côté droit. まあこれがやっぱダカールなんだろうなと。これからも厳しい試練続くと思うんで。タイヤマネジメントの面でタイヤの損傷というものを見逃しなくチームにフィードバックできればいいなと思ってます。三浦さんの方の車のターボが故障したようで黒煙吐いてるそうなんですけど、最後まで諦めずに絶対にゴールするんだっていう気持ちは全く折れていないので、本人も多分自覚してると思いますけど、まあ、全力でバスをサポートするようなことをしてくれると思いますし、もう総力戦ですよ。もう全員で何とかします。他のパーツとかが消耗していく中でタイヤで少しでも助けられるところがあれば一番いいかなとは思います。Évidemment la pression parce qu'on veut bien faire. On veut la victoire pour le team parce que tout le monde travaille beaucoup.タイヤの進化は特に砂丘で感じてます。しっかりとしたトラクションとタイヤも軽くなったっていうことが大きいと思います。タイヤのパフォーマンス自体は上げているっていうのはデータとしては間違いないんですけども、ショックであったりサスであったり、そういったところとのマッチングっていう意味でいくと、さらなるタイヤのパワーアップっていうものも引き続きやっていきたいなとは考えております。